平成30年度第1回能力検査第一競争、9頭の競争です。スタートしました。9頭が第一障害に向かいます。5番の力海遊、それから3番ゴッドハート、この辺り先行して1障害下っています。3番手以降もほとんど離れず、全馬第一障害降りて9頭一旦揃って息を入れました。5番の力海遊、そのうち1番の山三大に上がってきましたが、もう一度止まります。3番手以降固まって、4番の甲子派佐藤、お兄さんは A ちゃんです。そのうちは2番アーモンドレパードです。そして外は9番の三三テル姫、それから6番のシャイニー、7番のアジル、最後が8番のダイヤ王冠、兄はゴールドインパクトのダイヤ王冠です。9頭依然一塊、前馬一、二障害中間付近過ぎました。何度も何度も刻みながら第二障害に向かいます。5番の力海遊、もう一度止まって、そのうち4番甲子派佐藤、これも止まりました。5番の力海遊が先頭で2障害手前、その後は4番甲子派佐藤、外9番三三テル姫、1番の山三大輪、さあ第2障害9頭が揃ってきました。力海遊、甲子派佐藤並んで第2障害仕掛けましたが、外5番の力海遊が先頭で2障害下ります。4番の甲子派佐藤が2番手、その後ですが6番のシャイニー、あとは1番の山三大輪、これが下っていきます。5番手以降は第2障害、今2番のアーモンドレパードが下っていく。前残り20を切りました。1人旅、5番の力海遊先頭、2番手4番甲子派佐藤、じわっと6番シャイニーです。残りわずか、5番の力海遊1着、2番手以降を離しての1着でした。その後の2番手は4番の甲子派佐藤、外じわっと6番のシャイニー、この2頭ですがわずかに内、甲子派佐藤、6番シャイニー入線しています。その後離れて3番のゴッドハート、2番のアーモンドレパード、そして1番の山三大輪ゴールしています。その後9番の三三テル姫と7番のアジル並んでのゴール、その後ろ残り30のところ8番のダイヤ王冠、赤塚ジョッキー気合を入れて8番のダイヤ王冠、一歩一歩進みます。ダイヤ王冠が今最後にゴールしました。